ってる？ここの露店、男湯と女湯、時間交代制なんだよ。おー、マジか。じゃあ、途中で変わってしまうかもね。でも、もしそうなっても、それは事故だよね。そりゃそうでしょう。もしそうなっても、僕らに責任はないよね。君はどう思う？まあ、あくまでもしもの話。万が一の事故の話だよね。いや、本当そうだね。いや、なんか暑くね。で、その男女が交代する時間というのはいつなんだ、純平？そりゃ確認してないっすけど、ね、涼次君。もしかすると結構ギリギリかもね、純平君。お前らバカだ。道理でこんな妙な時間に。冗談っすよ。確かにギリギリで来たっすけど、もう夜中だし、こんな際どいタイミングでわざわざ入ってくる女子なんて。え、マジかよ。誰か来たぞ。どうしよう。男子だろ。まあそう焦らないで。これは事故なんだから知らんぷりしてればいいんだよ。うわー、やっぱここの露天広い。うげ。はあ、ほんと流れるプールみたい。これが露天でありますか？私には効かない効能ばかりです。ゲゲゲ、あいつらだ。なんでこんな時間に。おお、ゆかりさんに風花さん、これはラッキーだ。ごめん。バカ野郎、声出すんだねって。ブルー、ブルー。誰、誰かいるの？どうした、ゆかり、何かいたか？ミツルもいるのか。おい、これは間違えたじゃすまんぞ。もし見つかったら退学とかですかね。いや、けど入ったのはちゃんと男湯の時だし、だいたいこんなの冗談半分で。そんな言い訳が通じると思うか。もし見つかれば。見つかれば処刑だな。処刑。なんか聞こえたよね、やっぱ。ねえ風花、ちょっとそっち見てきてよ。お化けかもしんないでしょ。え、うん。気づかれないように露天風呂から出るしかない。緊急ミッションだ。失敗すれば事故では済まんぞ。誰もいないみたいだけど。風花さんの声だね。これ岩の方を回ってきてる。おい、作戦なら指揮はお前だろう。どうすんだよこれ。大胆なんだが、お前が言うなら信じよう。いよ、頼りがいのある男。岩陰には誰もいないね。ほら、怖がらなくても平気だよ。時間は稼げたみたい。でもこんなんちょっと風吹いたらバレちまうだろう。どこかにミツルとアイギスもいるはずだ。迂闊に動けないがどうする。な
るほど、音で誘導する腹か、策士だな。ねえ、陽道ってなんだい？後であいつに教えてもらえ。ゆかり、どうした？何かあったのか？今、何か着水した音が。位置関係はこれでつかめた。動くなら今だ。ちょっと何もないとこ走り抜けんのさすがに無茶じゃ。だよな。でもここも危ないってさっき純平くんが。おや、これはアヒルちゃんであります。ただの人形じゃないか。いやでもこんなの飛んでくるなんて変じゃないですか。おや、前方に人影を確認であります。誤解だ。これは事故だ。黙れ。処刑する。短いお付き合いでした。